島さんに頼むのはどうかなと思うんですが、まあ、ファンの皆さんの期待があまりにも大きいので言っちゃうんですけど、実はですね、藤島さん、歌絡みの質問がかなりあるんですよ。名古屋在住じゃなくて事情が分かってない他の皆さんにご説明します。藤島さんはドラフトで指名された翌日にですね、某テレビ局の取材を受けてカラオケが得意だということで、結構歌ったところがテレビでガンガンに流れたんです。しかも1曲2曲じゃなかったというところで、名古屋在住のファンの皆さんは藤島さんイコールカラオケ歌っていうイメージがもうついてしまっているということで、まあそれが多いんです。例えば、碧南市の板倉妙子さんからは、藤島さんはカラオケが得意だそうですが、新しいレパートリーは増えましたか、ちょっとだけ歌っていただけないでしょうか、とか、岩倉市の藤原美和さんからは、歌が得意だそうですが、ぜひここで TPEP を歌ってください。やるやらないは藤島さんにお任せします。はい、ありがとうございました。いや、間違えて大石さんとやるあたりがね、本当に誠実な人柄が現れてますけれども、本当に藤島さん、このままのキャラで、はい、ドラゴンズの顔になってくださいね。もうちょっと英語勉強します。